こんにちは、ハッスルジャパンです。今回は、国税庁が飲酒を推奨する叫び場に海外から皮肉の声が上がっている話題についてお届けします。国税庁が、日本の酒類市場の活性化策として主催するビジネスコンテスト、叫び場に、国内外から疑問の声が上がっています。海外ではこれまでも飲酒に寛容な日本独特の文化を伝える報道はありましたが、国の機関が飲酒を推奨するかのような今回の事業は、驚きをもって報じられています。日本の酒類市場は、人口動態の変化に伴い縮小傾向にあります。税務署の発表では、成人1人当たりのアルコール消費量は、1992年度の 101.8 リットルから2020年度には75リットルに減少しています。10年以上前から人口減少が始まり、8年前に65歳以上の国民の割合が4分の1以上に増えたことから、アルコール消費量が減るのは必然的なことでした。ライフスタイルの変化なども酒類の消費量に影響していると言われています。CNN は、コロナ禍で飲食店の営業時間短縮など厳しい規制が行われたことに言及しています。経済産業省の調べでは居酒屋が特に大きな打撃を受け、2019年から2020年にかけて売上が半減したと述べています。一方、家飲みは大幅に増え、40代から60代の約 30% が週に3日以上、定期的に飲酒していることが分かりました。しかし若年層は例外で、20代では週に3日以上は 7.8% しかいませんでした。フィナンシャルタイムズ紙 FT は、上の世代より酒量が減る、もしくは全く飲まないというのは世界的な傾向で、日本の若い世代も同様だとしています。酒類市場縮小を打開するため、国内の酒類業界の活性化や課題解決に役立つビジネスプランを、酒離れする世代自身に提案してもらおうという事業が、叫び場です。応募資格は20歳以上39歳以下の個人またはグループに限られており、プランは日本3種類に関連するものに限られます。募集は2022年7月1日からすでに始まっており、書類審査を通過した個人またはチームは、専門家とともにプランの完成度を高めた後、11月の本選大会に出場します。国税庁、酒のしおりによると、酒類からの税収は政府の主要な収入源であったがここ数十年で減少しており、1980年に税収全体の 5% だった酒税が、2011年には 3%、2020年には 1.7% に減少しています。国税庁の介入は、日本の酒類業界がどうやっても消費の長期的減少を食い止められなかったためだと FT は述べています。同庁は今年初めにエンジョイ酒というプロジェクトも行っており、叫び場は、高齢化や人口減、健康と消費に対する考え方の変化の影響を相殺するため、政府が考案した制度の最新のものだと FT は皮肉も加えています。日本の飲酒文化はこれまでも海外でたくさん報じられており、2019年にはロイターが日本のアルコール依存症問題を取り上げていました。日本は飲みすぎに寛容すぎるため、社会もアルコール依存症者も問題であることに気づきにくいという専門家の意見が紹介されています。ドイチェベレは2019年の記事で、酒は歴史的に日本文化の主要部分であり、伝統的行事でも酒を飲む習慣があると解説しています。職場でも、飲みニケーションが大切とされ、コンビニでも24時間酒類の購入が可能だと述べています。しかし、お酒が簡単に手に入ることや、飲まなければというプレッシャーが副作用となり、公共の場でも泥酔している人が多く見られると指摘しています。ライフスタイルの変化も踏まえて、飲酒文化は変わらなければいけないという若い起業家の意見も紹介されています。実際のところ、叫び場には、冗談、政府機関が若者に飲酒を勧めるのは不適切、健康リスクやアルコール依存症への配慮に欠ける、といったソーシャルメディア上の反応がありました、CNN。また、飲酒はほどほどにという厚生労働省の呼びかけと食い違うとする意見もあったとブルームバーグは指摘しています。これに対し、厚労省は今回の事業には関与していないとしつつも、コンテストの精神は、節度ある飲酒という考えに沿うという理解だと説明しています。国税庁は酒類業界の振興が目的で、過度な飲酒を奨励するものではないとブルームバーグに回答したといいます。